今回のもぐもぐは大阪の北浜にありますスパイスカレーサリーカリーさんに行ってきました。サリーカリーさんは大阪メトロ堺筋線京阪北浜駅から徒歩5分のところにあります。28番出口を出て東、阪神高速をくぐり信号を南へ渡ると見えてきます。おしゃれな看板が目印です。それでは早速店内に入ってみましょう。行ってきます。2021年1月から営業を開始され、すでに SNS や雑誌などで話題のスパイスカレーサリーカリーさん。店内はカウンター6席のアットホームな空間で、さらにバーをお昼のみ曲がり営業しているお店のため、たくさんの種類のお酒が並んでおり、とってもおしゃれな雰囲気なんです。ランチメニューはシンプルに1種類、カレー2種、副菜5種がセットになったワンプレートランチです。カレーや副菜は週ごとに変わり、カレーの種類は無限大だそうです。カレーの出汁はアサリ、エビ、貝、いりこなど魚介の出汁を使っているのが特徴です。どーん、見てください、この大きなお皿、直径約30センチものお皿で出てくるワンプレートランチ。見た目もおしゃれでとっても迫力がありますね。ということで今回は超エビ出汁マーラーカレーと和豚キーマカレーの2種のカレーと、ブリの炙り、黄桃、ブロッコリーのマスタード炒め、ポルサンボル、オクラのおかかあえの5つの副菜が乗ったワンプレートランチをいただきました。私もこの迫力満点のワンプレートランチに大興奮。いただきます。まずはブリの炙りと超エビ出汁マーラーカレーをいただきます。おいしい。超エビ出汁マーラーカレーはカレーなのに中華風味で、魚介出汁の風味がふわっと広がり、サラサラとした食感でした。ブリの炙りは表面はパリパリ、中はホロホロの食感で、とってもカレーと合うんです。そして次は和豚キーマカレーをいただきました。お肉の食感をしっかりと感じられ、優しい出汁の風味と肉肉しさが絶妙にマッチしていましたよ。その他の副菜もすべてカレーとよく合う美味しさで、個々の味を楽しんだ後はすべて混ぜていただきました。どんどん味が変わっていき、最後まで美味しく楽しんでいただくことができました。以上、もぐもぐダイアリーでした。ごちそうさまでした。